皆さんこんにちは。動画見に来てくれてありがとうございます。今回も青鬼オンライン財宝の試練やっていきたいと思います。さあ今回スコーピオン虹のね、めちゃくちゃかっこいい腕地。さあこの羽の生えた頭文字なんだ。モンスター鬼の側通、床を見ながらゆっくり進まうということで、はい、 OK です。ここはね、今取り始めて25秒ぐらいかな、25秒なんだけども、1分以内にクリアしましょう。いくぜ。俺が覚えてる限りは、1、2、3、4、はい。で、ここ端っこ、1、2、3、4。で、これで OK だった気がする。はい、OK でゴール。はい、サラダバー楽勝だぜ。お前たち最高だぜ。悲しきかな。土偶、ゲッチュー。さあ、次行ってみましょう。本当に、ね、1分以内に終わったでしょ。さあ、行くぞ。ショート行きになるか。混乱してしまった。注意しながら、鍵を集めて脱出しよう。わあ、ここもね。ここはね、結構、運って感じ。さあ、行くぞ。ここですでに、幽霊フワッティみたいなのが出てくるから。あ、早くなったね。出てきたのね。もうちょい、遅いイメージだったけど。さあここをまず1個で、ここはゲットできない。でこれでフワッティチャージ仕掛けてくるから、うい、気をつけろ。これで逃げ切れるかな。こっち行って OK。 これで出口が確か俺の記憶だと上にあった気がする。いけ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 。お宝なんかもう目もくれず、よし行ったぜ。あばよ、今日はさっくりとクリアしてやるんだ。そしていつものこのバグサラダバー、ういー、もうサックサクですわ。さあ次はピヨピヨに行くぜ。さあでも今のねステージでね、混乱してたからちょっと気をつけないといけない。行くぞ。さあ石像に閉じ込められた。鍵を集めてから扉から脱出しようということで、どっちから青に来るんだっけ。確かこっからだっけ。どっから来る ?BGM が遠ざかったので、ここではないことは確か。さあ来たぞ。さあさあさあ、これ、青鬼が最短距離で移動してくるので。はい。はい。鍵をあと1個。はい。これは青鬼の最短記録になんかなりそうだね。これね。はい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 、一周回って一回距離を取りの、はい、 OK。 さあこっからあとは脱出するだけ。うわ、よし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 。さあさあ、ここの穴にも目もくれず OK。 うん、クリアだぜ。今回は超スムーズだ。あ、 OK。 まあこういうね、あの財宝の試練の回があってもいいんじゃないでしょうか。超短時間で終わったね。オッケー。こんな感じでね、あの、明日もやっていきたいと思います。本当に昨日のあの手こずり方がね、マジで痛い。痛いっていうか、マジで辛かったけど。うん。まあ、その見返りということでね、こんだけやってクリアできたということで、オッケー。それでは明日もお会いしましょう。バイバイ。